さあ皆様、それではここからは消防局予防課の皆さんと火災予防についてお伝えしていきたいと思います。消防局予防課の皆さん、よろしくお願いいたします。皆さん明けましておめでとうございま す。消防局予防課の田中です。竹下です。よろしくお願いします。さあそして今回のステージには、先ほどヘリコプターにも乗っていました消防局のマスコットキャラクターハマくんが応援に駆けつけてくれています。一緒に火災予防についてお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらのハマくんは火災予防運動など消防局が行うイベントや消防署のイベントに参加して火災予防などの広報を行っていますので、ぜひ皆さん会いに行ってあげてください。さてここからは予防課から皆さんに火災予防についてのお知らせがあるそうです。田中さん、火災予防といっても幅が広いと思うんですが、どんなお知らせでしょう。はい、まずは皆さんに昨年の火災の発生状況についてお知らせしたいと思います。突然ですがトーマスさん、会場の皆さん、昨年1年間でどれぐらいの火災が発生したか分かりますか。100件ぐらいだという方挙手をお願いします。300件ぐらいだという方お願いします。700件ぐらいかなという方挙手お願いします。ありがとうございます。では私から正解を発表したいと思います。平成28年中の火災の発生状況は速報値でありますが754件となっています。ですので700件ぐらいの人が正解ですかね。ちなみに過去10年間の平均は973件となっていますので、今年の火災は例年に比べて大幅に減少しました。どうですかね、感覚としては多いですかね、少ないですかね。意外に多いなという印象なんですね。もっと少ないかと思いました。ちなみに火災の原因は何が一番多いと思いますか。何でしょうね、寝タバコとかコンロとかそんな感じですか。はい、タバコやコンロも多いんですが正解は放火です。平成28年中の主な火災原因は1位が放火、2位がコンロ、3位がタバコとなっています。実は放火火災は昭和60年から火災原因のトップなんです。悲しいですが多いですね、放火火災。そうなんです。皆さんもゴミは決められた時間場所に出す、屋外に燃えやすいものを置かないなど、放火火災をされないような環境づくりを心がけてください。はい、燃えやすいものを置かないですとか放火されないようにこちら側もすることが大切なんですね。ちなみに私たちが住んでいる住宅ではどのくらいの火災が発生していますか。はい、平成28年中で住宅で発生した火災は300件となっています。主な火災原因としては1位がコンロ、2位がタバコ、3位が放火の順番になっています。住宅ではコンロによる火災が多いんですね。火事になったら嫌ですので、特に冬はね乾燥していますから、火を使うときには十分気をつけようと思います。そうですね、皆さんも火の元には十分注意して素敵な1年をお過ごしください。さて住宅で300件の火災が発生しているということなんですが、家はくつろいだりする場所ですので火事になったら怖いですよね。万が一の時に火災の発生を教えてくれる機械があるということなんですが。そうなんです、火災の時に発生する熱や煙を感知して音で知らせてくれる警報器があります。もちろん火災は起こさないことが一番良いのですが、誰でも火災を起こしてしまう可能性はあります。そういった時に火災の発生をいち早く見つけ被害を軽減させるための住宅用火災警報器というものがあります。皆さん、この住宅用火災警報器はご存知ですか。横浜市では平成23年6月からすべての住宅に設置が義務付けられておりますので、皆さんのご自宅にももうすでに設置されているかと思います。そういえば我が家の天井でも見たことあります。こちら寝室とかキッチンとかいくつかついていますが、これどこについていればいいものなんですか。はい、横浜市では住宅の寝室、階段、台所などに設置が必要です。あそこについていないかもと思った皆さん、警報器は家電量販店、ホームセンター、防災用品店などで購入し、皆様で設置や取り交換を行うことができます。皆様の大切な命、財産を守るためにも警報器をすべてのお部屋、階段などに設置しましょう。はい、私も帰ったらすぐチェックしようと思います。皆さんもぜひ今日自宅チェックしてみてください。さあそして、おっと皆さん気づきましたか。ステージの後方をご覧ください。
福島県の復興シンボルキャラクターキビタンと熊本県の営業部長兼幸せ部長くまモンが応援に駆けつけてくださいました。キビタン、くまモン、こっちへおいで。結構早いですね、キビタンとくまモン。キビタン、くまモン、来てくれてありがとう。はい、皆さん、先ほどご説明した住宅用火災警報器の設置場所の確認と合わせて機器の点検もぜひお願いします。これ警報器は点検が必要なんですか？はい、そうなんです。警報器の多くは電池で動くタイプのもので5年から10年程度持つものが使われているんですが、安心して使用していただくためには定期的な点検が必要なんです。今日は警報器を持ってきたので点検方法をご紹介します。警報器には必ず警報停止ボタンがついています。ここです。また紐がついていて紐を引くことで警報を停止するものがあります。点検はこの警報停止ボタンを押すか紐を引っ張るだけでできます。警報器が正常に作動していれば音声や警報音で作動状況をお知らせしてくれます。機種によっては実際の警報音を確認することもできますので警報器の点検をお願いします。それでは実際に警報停止ボタンを押してみます。このような警報音が鳴らない場合は故障や電池切れの可能性があります。こういった場合は、また、電池、機器の交換ですね、10年を目安に交換をしていただくことになりますので、こういった場合は機器の交換をよろしくお願いします。意外と簡単に自分でチェックできるんですね。点検の他に何か注意することってありますか？はい、ぜひやっていただきたいのが掃除です。この警報器はですね、ほこりや、煙などで汚れることが考えられますので、布に水または家庭用の中性洗剤などを浸してよく絞ってから汚れを拭き取ってください。この時に故障の原因になりますので警報器の内部に水が入らないように注意してください。点検とお掃除ですね、今日自宅に帰ったら簡単ですのですぐやってみようと思います。皆さんもやってみてください。注意点もちょっとあるんですよね、高いところに。はい、警報器はですね高いところに設置をされていますので、掃除をする際はですね転んで怪我をしないように十分注意して作業をしてください。田中さん、竹下さん、丁寧にありがとうございました。そして浜くんもありがとうございました。さあ、ここでですねキビタンとくまモンからお知らせがあるんですね。はい、皆さんこんにちは。もうちょっと大きい声で元気なご挨拶欲しいね。今日は熊本からくまモン、そして福島からキビタンがお邪魔してますので、もう一度ご挨拶させてください。皆さんこんにちは。くまモン、キビタン、 OK? OK! どうもありがとうございます。そう、私たち熊本と福島ですね、福島県は2011年の3月11日東日本大震災が起こったんですが、まあ、その際には皆様から大きな大きな応援とご支援をいただきました。本当にどうもありがとうございます。そのお礼と、それから、もうすぐで6年経ちますので、こんなに福島県のみんなが元気になりましたということをお伝えしに、今日はこちらにお邪魔させていただいております。福島県のブースも、こちらにですね、設置させていただいております。でこのキビタンなんですけれども、先ほどくまモンと一緒にいたんですけれどもね、どうもくまモンちょっと知名度が劣るということでですね、ここで皆さんにキビタンのことも知ってもらいたいなと思います。福島県にいたことのある人、またはキビタン知ってるという人、ありがとうございます。たくさんの手が上がりました。嬉しいですね。キビタンは福島県の公式マスコットキャラクターです。福
島県の鳥ギビタキがモデルになっています。ご覧ください。このように羽ばたいてですね、今日も元気に福島県から皆さんに会いに飛んでまいりました。そしてキビタンは今年21歳ということで、もう21年も前からね、福島県の魅力を皆さんにお伝えしております。で、私たちもキビタンと一緒に福島県の魅力を皆さんに PR するために全国に赴いているんですが、福島県全国でも3番目に大きい県ということで、とってもたくさんの魅力があります。ぜひぜひ皆さんいらしてください。花をはじめとします素晴らしい自然ですとか、くつろぎの温泉ですとか、おいしい食べ物がありますので、ぜひ観光に来ていただきたいと思います。今日もですね、福島県は会津の縁起物起き上がりこぼしの絵付け体験ですとか、またあんぽ柿や、フルーツシュークリームなどおいしいものをご案内しておりますので、ぜひぜひブースにお立ち寄りください。福島県でした。では熊本さん、どうぞ。はい、改めまして皆さんこんにちは。熊本県の営業部長兼幸せ部長の熊本と申します。まずですね、皆さんにね、まず申したいことがですね、昨年の4月に、熊本県はですね、大きな地震がありましたけれども、たくさんの皆さんからですね、温かい応援やメッセージをいただきまして、また熊本もですね、元気に活動ができております。本当にさまざまな形でご支援いただきまして、本当にありがとうございました。ではですね、熊本ですね、熊本県営業部長兼幸せ部長っていうね、お仕事を持ってるんですね。こう見えては一応県で3番目に偉いね、役職持ってるんですけれどもね、体型だけじゃないんですよ、貫禄もちゃんとあるんですけれどもね、実はね、そのね、熊本県のね、いいところをね、たくさんに皆さんに知っていただこうと営業活動を取り組んでおります。で、例えばなんですけどもね、地震で被害がありました、熊本城なんですけれども、またね、皆さんにね、力を借りながらですね、少しずつではありますが、また美しい姿を見ていただこうとね、頑張っております。ね、長いね、まだ復興にも時間がかかるところもたくさんありますけれどもね、長い目で温かく見守っていただけるとね、大変嬉しく思います。で、そしてね、今日ね、ちょっと肌寒い感じになってまいりましたけれどもね、熊本もこのまま裸いっぴね、裸で頑張っておりますけれども、実は熊本県にもですね、皆さん熊本が温泉に入ってる動画で見たことありますか？入って温泉入ってるところ見た、たくさんいらっしゃいますね、ありがとうございます。で、実はですね、熊本県熊本が思わず入ってきてしまいたくなるようなですね、温泉がたくさんありまして、それがですね、源泉数第5位を誇りますね。例えば黒川温泉ですとかね、本当に素敵なね、温泉がたくさんありますからね、ぜひね、温まりに来ていただきたいのと、あとですね、皆さんこの熊本のお腹ご覧くださいね、こちらですね。ね、熊本県もね、美味しいものたくさんありますけれどもね、例えば体をたくさん温めます、パンチの効いてニンニクのね、香りもパンチを効いております熊本ラーメンですとか、あとはね、熊本もね、よくね、食べたいと言っておりますけどもね、赤牛、馬刺しといったね、本当にね、さまざまな海の幸、山の幸がございますのでね、ぜひね、グルメも楽しみつつ、そしてですね、その場でしか、ね、楽しむことができない温泉ですとか、ね、景色をね、楽しみに熊本にお出かけいただければ嬉しく思います。で、今日ですね、ブースにですね、青い旗にね、熊本のお顔が、目印になっております。熊本の物産もたくさんありますからね、ぜひね、遊びに来ていただけると嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ぜひ皆さん、消防局予防課や福島県熊本県のブースに足を運んでください。お待ちしてます。以上で消防局予防課からのお知らせを終わります。ありがとうございました。